奈良には時を超えてきた言葉や文化があふれている。この町では歴史は過去のことではないようです。私は奈良派、近鉄で。ここは万葉集が生まれた都。奈良には時を超えてきた言葉や文化があふれている。この町では歴史は過去のことではないようです。私は奈良派、近鉄で。その当時の人たちがどう過ごしていたかとか、どんなものを見ていたかとか、例えば今いる志賀直哉さんの邸宅にお邪魔していると、あ、この景色を見ていたのかなとか、ここはどんな風に使っていたのかなとか、それから例えば灯籠に刻まれた名前だったり年号を見ていると、あ、こういう人が作っていたんだとか、この時代にどんなものを、どんなことを願っていたのかっていうの文字を見ると、なんか時を超えてその人とつながれるような気持ちになったり、そういうタイムスリップをするような瞬間っていうのが歴史の中ですごく好きだなと思います。鹿はすごく好きで、特に奈良の鹿さんたちはみんな人の生活と密着しているような印象があるので、町の方々だったり撮影していてもふと目をやると外に鹿がいたりとか、そういう環境でしたので、鹿と一緒に撮影できたのも嬉しかったですし、こうして実際に奈良に来ていろんな鹿の姿を見ることができたっていうのもすごく嬉しかったです。今すごく便利な時代で、いろんな情報が手軽に手のひらの中で見ることができる時代だとは思うんですけれども、実際に行った時のその空気だったりとか、その土地土地の飲み物とか食べ物とか、そういったものを全て五感を使って味わえるっていうのが旅の魅力なのかなっていうふうに思います。いろんな時代のいろんな側面が見られる街だなというふうに感じました。1300年前からこうして数十年前の邸宅だったりとか、そういったその各時代ごとの奈良というのを今回撮影の中で味わわせていただいたんですけれども、まだまだ行きたいところもありますので、今後とも奈良に来ていろんなものを楽しみたいなと思いました。